トゥアールは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ドゥーセーブル圏のコミューン。かつては、トゥアールシュルイコールルイコールトゥエといった。トゥエ川と、市街圏北部に位置するトゥアールは、ロワール川の支流トゥエ川を見下ろす台地の上にある。自然区分上の地方で、トゥアール平野の大半と、ルドゥネ地方のモンコントゥール周辺からなるトゥアルセ地方の中心地である。近接する都市は、 ブレシュイール、パルトネー、ソミュール、ルダンである。トゥアールはフランス西部の大規模都市、ニオール、ポアティエ、アンジェから陸路で、それぞれ約50分の距離にある。トゥアールはフランス国鉄の駅があり、飛行場もある。ラテン語の綴り等下、762年の都市スという綴りが証拠である。地名の過程としてしばしば挙げられるのは河川の中から由来することである。 トゥエにはケルト語の設備人一家がついていた。トゥアールの中に最初に定住地ができたのは約5000年前である。彼らの居住地は現在の城と旧市街の中間、トゥエ川の端にあった。居住地の男性はフルーリの丘にあるドルメンに埋葬された。彼らはモンサバールの洞窟を占拠して、モッドでジュスティスの墳糾墓に彼らの神々を召喚していた。 この紛糾ボは工業地帯に位置して今日ほとんど見えなくなっている。その寸法は全長174メートル、幅15メートルあり、フランス最長の聖域でヨーロッパ最大級のものの一つである。旧市街で発見されたローマ街道の痕跡は古代に人の定住があったとする仮説を証明したとみなされている。都市の歴史が始まったのは8世紀である。 760年代のトゥアールはアキテーヌの一部だった。これは当時の年代記にあるように地域全体では最強の要塞だった。アキテーヌ独立のためアキテーヌ公バイフルが戦っていた時代、アキテーヌを手に入れようとしていたのはフランクオ・ピッピン3世だった。762年、将来シャルル・マーニュとなる息子を連れたピッピンはトゥアールに到着した。彼らは ガロローマ時代の都市を破壊し、城に火をつけた。9世紀からトゥアールを死者区が世襲するようになり、5世紀以上この報道を統治した。初代死者区はジョフロワ一世である。彼は14世紀後半までトゥアルセ地方を統治したトゥアール家を創設した。アキテーヌへの入り口、アンジュの南側にあるトゥアール死者領はオーポワトゥ地方から海に向けて伸びる。 戦略上の高度で非常に豊かだった。トゥアール最初の都市は、現在の城とオレンジ園の中間にあった。また、第二の鳥出は三メダール教会トップオールアンヌデズレの間にあったと考えられている。12世紀、鳥出は木造からモンコントゥールのダンジョンに匹敵する石像に変えられた。街の周囲を木造の防衛設備が取り囲んでいた。 最初の宗教的建造物が建てられた。現在は失われているサンピエールデュシャトレ教会3、乱修道院である。巡礼者たちの流入に対処するため、南側にサンタンドレ橋が、西側にサンジャック教が建てられた。最後に人口が増加して、壁の外に新しい教会が建てられた。それがサンメダールデシャン教会である。 トゥアール家の紋章1151年にトゥアール死爵ジョフロア4世はアンジュ及びメーヌ博アンリ・プランタジネットの忠実な同盟者だった。しかし1154年にアンリがイングランド王ヘンリー2世になると彼はフランス王ルイ7世と同盟することに決めた。この時代のトゥアールはヘンリー2世が治めるアンジュとルイ7世と 王妃アリエノール・ダキテーヌの離婚で独立したアキテーヌとの間で立ち往生していた。1152年にヘンリー2世はアリエノールと結婚している。この結婚によってアキテーヌは己の運命をイングランド王国に結びつけた。トゥアールは後世にプランタジネット帝国と呼ばれるイングランド王家に何らかの形で関連する広大な領地の真ん中で、 飛び地となっていたのである。1158年8月18日に起きた反乱を事実として考慮すると、ヘンリー2世は3日間の包囲戦の後に怒涛の勢いで都市を攻略した。三メダール教会は燃やされ、新しい城は取り壊された。ジョフロは4世の後継者たちは、時にはフランス王の背中に隠れ、ある時はイングランド王と共にあるといった具合に日和みの姿勢を取った。 13世紀には、カペー町とプランタジネット町の間の様々な紛争に対処し、都市はその建築様式を変化させた。城壁は9メートルの高さで建設され、全長4.5キロメートルで取り巻いていた。37の塔と3カ所の門で補強され、中世都市の北と東の往来の監視を可能にしていた。今日、フランスでガル島とプレボ門が唯一残っている。 パリモンは19世紀に取り壊された。14世紀半ば、イングランドは、フランスの国土の多くをその勢力下に置いていた。ブレティニーの和によって、トゥアールを含むポワトゥーがイングランドに返還された。シャルル5世は、その後、ベルトランデュ・ネクランを、フランス元帥に任命し、失われた国土を再度取り戻すために派遣された3万の軍隊の戦闘に、彼を据えた。 ドゥアール市街は1372年6月に、法以下にあり、わずか5ヶ月後に、多大な損失を出して、死尺アモーリー4世ドクランは降伏した。プレボ門が開かれ、デュー・ゲクランの手に、都市の鍵が手渡された。ドゥアールがフランスに決定的に併合されたのは、1372年11月30日、ベルトラン・デュー・ゲクランの手によってであった。フランス領に併合されると、 死者区は徐々にその権限と独立性を失っていった。その後1397年に、トゥアール死者継承者で、共同統治者のペロネイユド・トゥアールが死ぬと、再びその勢力は減少した。トゥアール家の直径は6世紀余り存続して、断絶した。フランス王類11世トゥアール家が断絶すると、都市はアンボワーズ家の手に渡ったが短期間で、一連の陰謀の後、 死者クルイダン・ボワーズは、ルイ11世に領地を没収された。ルイ11世は、トゥーレーヌで、幼少時代を過ごしており、1472年以降、友である、アルジャントン領主、フィリップ・ド・コミヌと、トゥアール周囲の森で狩りをするのが、習いとなった。王位についた、ルイ11世はしばしばプレジレトゥール城におり、定期的に、トゥアールに滞在した。 死者に対する陰謀が始まったのはこの時だった。ルイ11世は死者ルイダンボワーズの行動を支持しなかった。ルイダンボワーズの豪華な生活と伝説的な道楽を批判した。ドアール死者は最初の妻、ルイーズ・マリードリューに面と向かって残酷な仕打ちをし、タルモンの城に投獄された。その後迎えた二度目の妻ニコルド・シャンブはすぐに毒殺されている。 1469年、ラ・ブロス領主で死者の名付け子であるルイ・タンドと共謀し、王はいくつかの所有地の権利書を破壊し、フランス王領に死者区領を併合してしまった。その褒美として、ルイ・タンドは王の顧問に任命され、ボルドー高等法院の初代総裁となった。彼はまた、ルイ11世を繰り返し迎えて艦隊した、美しい邸宅を建設している。ユーグアンベールによれば、 ホテルタンドは、イングランド王の住まいと呼ばれていた12世紀の古い、邸宅の基盤の上に建設されたようである。1470年5月には、ルイ11世が、ニコラ・ドロレーヌと、長女、アンヌ・ド・フランスの政略結婚を決め、ドゥアール死者領をアンヌに結婚持参金として授けた。1473年7月27日のニコラの、島で死者領は、アンヌのものだった。 1476年からルイ11世が直接、統治を始め、町は刷新と繁栄の時代を迎えた。さらに、1478年12月29日、王は、トゥアールに王の本拠地を置くよう命じたのである。中世の城の城壁が復元され、産卵教会が印象的なゴシック様式の戦闘を採用したのは、この時期である。しかし、 産卵教会が特別な名声を得ることができたのは、王太子妃、マルグリット・デコスのおかげである。彼女は礼拝堂を建設させ、亡くなって、数年後には、教会の墓に埋葬されている。町では、人々が往来する、主な道路は改善されていった。ポンヌフは、強固にされ、都市南東からの往来を保護していた。自らの寿命が尽きる前に、ルイ11世は、 正当な所有者にトゥアールを返還することにした。ルイ・ダンボワーズの孫ルイ2世イ、ドラトレモイユが死者区に返り咲いたのである。ルイ2世イ、ドラトレモイユルイ2世イ、ドラトレモイユはしばしば王家の任務で剣を抜いて戦った人格者である。ルイ2世イはフランソア1世イの側について戦った一方で、妻ガブリエル・ドブルボンはトゥアール市中の様々な事業に着手した。 彼女はノートルダム教会近くにあった中世の城を解体し、当時流行した建築様式で再建した。サント・シャペル・ノートルダム三次会管理協会はフランスにおいてユニークなものである。1563年、トゥアール氏釈寮はシャルル旧世のラトレモイユケへの行為によって公爵に取り立てられた。しかし、ラトレモイユケが公爵に格上げされたことで、 トゥアールズ民の生活が変化することはなかった。なぜなら、トゥアールはプロテスタント派の画像であるため、ユグノー戦争で停滞打撃を受けたのである。17世紀初頭まで、トゥアールは平和と繁栄を見つけることはできなかった。トゥアール南部は1635年以降始まった巨大な事業で変貌した。アンリ・三世イ、ドラトレモイユの妻まリりドラトゥール・ドーベルニュが新しい。 城の建設を望んだためである。1699年に施行された一連の図面は、17世紀、後半の下町の位置の変遷を示している。当時の目録によれば、オランジュリーは182本のオレンジの木があった。17世紀初頭、マリードラ・トゥール・ドー・ベルニュの、マゴムスコ・シャルル・ベルジック・オランド・ドラ・トレモイユは、城の庭園を再設計した。これによって旧社が壊され、 四輪馬車は車庫にしまわれてしまった。城のすぐ近くに再建されることになった新しい旧車は王室建築家ロベール・ドコットに委託された。未完成のまま旧車は19世紀に工房、女子学校、さらには弊社へと次々に変えられた。今日、ここにはコミューンのビジュアルアーツ学校、レジスタンス運動と自由センター、ドゥアルセチ質学分析センターが入っている。 トゥ・アールの戦いにおいて、城壁を破壊するアンディ・ドラ・ロシュ・ジャクラン18世紀のトゥ・アールは、連続して発生した自然災害で知られるようになる。1708年、ひどい干ばつが寒い冬、不作、飢餓と薬病の原因となった。サンメダール教区では180人の死者が出た。そして、地震と2ヶ月続いた、雷雨、嵐が都市を打ちのめした。 1711年12月10日、ゴシック様式の産卵協会の先頭部分が大ミサの時間帯に崩落した。建物は一世紀以上そのままにされた。この時代、ラトレモユ家の歴代公爵たちは、トゥアールの街への関心を失っていた。フランス王宮廷の素晴らしさが彼らをベルサイユ宮殿に留め置いたのである。彼らは、ごく稀にしかトゥアールへ戻らず、 収穫期の調税の時にだけ、トゥアー・ルズミンの運命を気にしていた。街では、恨みが大きくなり、怒りが醸成されていった。1789年の革命思想は、地域全体の金銭に触れた。バスティーユ襲撃後、トゥアー・ルズミンたちは三メダーる教会の正面に、自由の木を植えた。大多数の意見の一致は、住民の間で高く。 聖職者たちの一部ですら共和国の思想を受け入れた。しかし事件が立て続けに起きた。1791年、ジャコバン派修道院が国有財産化された上売却され、火薬倉庫になった。修道院は結局一部が壊された。戦闘を失っていた産卵教会は、教会内での礼拝を禁止され、愛国者の建造物が内人に混流された。 建物はまた、宴会場や、結婚式会場としても使われた。城の麓のポンヌフは、ポンシュアンと改名させられた。バンデの王党派軍が1793年5月のトゥアールの戦いに勝利して、トゥアールに堂々と入場する際、この橋を通過したからである。トゥアールは、バンデ戦争中にバンデ軍にあっさりと占領されたが、1793年9月からの、 攻撃で撃退され、共和国の思想は最終的に勝利した。1814年、ルイ18世のブルボン復興戦は巨大な不満を集めた。秘密結社が共和国の復活を模索した。こうした秘密結社のうちの一つが、攻撃の開始場所にトゥアールを選んだ。1822年2月24日。 ベルトン将軍に指揮された自由の騎士たちが憲兵隊を吸収した。ベルトンは、トゥアールズミンを説得しようとしたが、反乱は失敗した。1822年6月17日に彼は、逮捕され、判決を受けて、ボワチエで、ギロチン系にされた。彼の共犯者ジャグランとソーベの2名は、1822年10月7日、サンメダール広場で、ギロチン系にされた。 トゥアール駅トゥアールは1790年から1795年まで地区中心地であり1800年から1804年まで群長だった。町は19世紀後半から20世紀前半まで鉄道に関連する経済活動のおかげで発展した。鉄道に関係する人口の割合が重要であったために鉄道員の町という別名で呼ばれた時代があった。トゥール駅はパリ、 ボルドー間トゥール、レサーブルイコールドロン間の鉄道路線に位置していた。1日あたり65本の旅客車や貨物車が発着していた。今日では街は高齢化や1970年代からの人口減少に苦しんでいる。このために地方公務員たちが研究や自治体間のレベルさらにはドゥアルセ地方での新規事業の誘致に熱意を注ぐことにつながり、 町の学校維持や経済復興を後押しすると予想される新たな住民の獲得に結びついている。参照元、1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は当該コミューンの人口統計によるもの。百九十九年まで、イヘス、カシニー、2 0年以降は NSEE。 ありがとうございます。